ポーリーン・ブラックとして知られているベリンダ・マグナスはイングランドの歌手、女優、著作家。音楽界におけるキャリアは40年以上に及ぶものであり、1970年代後半にはニトーンスカ、リバイバルバンドであったザ・セレクターのリードシンガーとなり、1970年代から1980年代にかけてイギリスのトップ40に入るヒットをオン・マイ・ラジオ、 3リーミニットヒーロー、ミッシングアーズ、ザウィスパーと合わせて4曲出した。ローリングストーン氏は、ブラックについて、明らかに、ポーリーン・ブラックは、ニトーンレコードからリリースされた中でも、最高の声の持ち主である。聴くものを魅了するソプラノと、劇的なまでの気取った態度に満ちたブラックの声は、他の音楽的要素が、すべて、彼女の存在の舞台を用意するための背景の一部で、 あるかのように思わせるほどの高みに達していると評した。ブラックは女優としても映画やテレビで様々な役を演じている。ベリンダ・マグナスは1953年10月23日にイングランドのロンドン東部ラムフォードでまだ10代だったユダヤ系イングランド人の母とナイジェリア人の父の間に生まれた。彼女は白人の中年夫妻の幼女となり、 ポーリーン・ビッカーズという名になった。彼女の生物学上の父ゴードン・アデンレは工学を学ぶためにナイジェリアからロンドンへやってきていたヨルバ人の思葉であった。ブラックは42歳にして実母を探り当てるまで自分がユダヤ系であることに気づいていなかった。ブラックはコベントリー大学の前身であったランチェスター科学技術大学で科学を学んだ後、コベントリーで 診療放射線技師となるべく訓練を受けた。ブラックは1979年にコベントリーで結成されたニトーンスカバンドであったザ・セレクターの創設メンバーであった。ザ・セレクターはスペシャルズやマッドネスと共にスカリバイバル運動の創始者の一つであった。彼女の芸名はバンドへの関与を当時の雇い主に知られないためにつけたものであったがブラック、ブラック、黒。 黒人の意という性には、彼女のことを、ブラックではなく、カラードと呼んでいた洋父母への反発も盛り込まれており、彼女の追い立ちを反映したものだった。ザ・セレクターは、1982年に解散したが、1994年以降には、時折再結成が行われている。2001年、ブラックは、ストラングラーズのジャン・ジャック・バーネル、スティッフ・リトル・フィンガーズのジェイク・バーンズ、ザ・セレクターや、 バッドマナーズに所属したニッキー・ウェルシュと共に3メインブラックを組み彼らがそれぞれかつての持ち歌としていた有名な曲のアコースティックバージョンを披露しそれぞれの曲の背景などを語るという活動を始めたこのバンドはブラックと男性アーティスト3人という編成で出演機会ごとに個別にも活動をしているアーティストたちの都合からメンバーが入れ替わりこれまでにザジャムや スティフ・フ・リトル・フィンガーズにいたブルース・フォクストン、ベイシティ・ローラーズのエリック・フォークナー、ザ・ビートのデイブ・ウェイク・リングなどが参加してきた。2004年には、ブラック、バーネル、バーンズ、ホクストン、ウェルシュが参加したアコースティックのアルバム、サンウェン・ブラックがリリースされた。2010年にザ・セレクターが再結成された際には、バンドのオリジナルメンバーであるブラックと、アンサー・ギャップ・ヘンダーソンが、 再び一緒に演奏したが、これは彼らのデビューアルバム2マッチプレッシャーの発売30周年を記念したものであった。2014年、ディーン・チョークリーとハリス・エリオットによって、ロンドンのサマセットハウスで開催された展覧会リターン・オブ・ザ・ルード・ボーイでは、ブラックのポートレート写真も展示された。ブラックはゴリラズのヒューマンズツアーに参加した。ザ・セレクターの解散後、 ブラックは、ボブ・キャロル・ギースとスピット・ザ・ドッグと共に、子供向けのクイズ番組、ホールド・タイトの司会を務めた。彼女は、テレビや劇場での女優業に乗り出し、テレビドラマ、ザ・バイス、ザ・ビル、ハーツ・アンド・マインズ、ツーサウザンド・エカーズ・オブ・スカイなどに出演した。1991年には、舞台劇、オール・オア・ナッシング・アット・オールにおけるビリー・ホーリデイ役で、 タイムアウト氏から最優秀女優賞を贈られた。また、ホラー映画、ファニーマン、血染めのジョーカーで、クリストファーリーと共演した。2010年には、ロバート・ウェップが司会を務めた、ネバーマインド・ザ・バズコックスのシリーズ24のザ・アイデンティティ・パレードのラウンドに、ブラックが出演した。2007年、ブラックは、イギリスにおけるソウルの歴史を追った BBC4 のドキュメンタリー、 ソウルブリタニアでナレーションを担当した。後にはその後継企画であったレゲエブリタニアにおいてザ・セレクターのメンバーとしてインタビューを受けた。2011年ブラックは自伝ブラックバイデザインを出版した。ありがとうございます。